超健太氏です。さあ、今回の動画では ACL の日本勢の、成績まとめということでやっていきたいと思うんですが、まあ、今節ね、まあ、浦和レッズを除いて日本勢は好調だったわけなんですけども、やっぱ俺は、J2 の民なので、甲府メインになっちまうんですね。甲府、すごいね。めちゃくちゃ頑張ってますね。で、ちょっと他の試合は、まあ、ハイライトメインで見ているんですけども、まあ、甲府の試合は、まあ、ふわっとではありますけども、フルマッチちゃんと見たんで、まあ、結構、こう、濃密にできるかなっていう感じですかね。はい、じゃあ、4試合、頑張ってくれてるんで、振り返っていきましょう。じゃあ、まずマリノスから、マリノスはですね、アウェーでフィリピンのカヤ FC を撃破ということですね。まあ、つかまずね、マリノスもフロンターレもレッズもそうですけども、正直ね、もう日程がね、異次元にしんどいんで、今。マジで。この、まあ、J リーグだったりとか、カップ戦のこの佳境に差し掛かってくるタイミングで、ACL は、グループリーグなんで、グループリーグ試合数多いんで、まあ、そこが入ってくるってことになると、やっぱさすがにちょっとね、優勝争いしてとかね、してるクラブからすると、ほんと邪魔でしかないと言いますか、まあ、正直やってらんねえよ、みたいな。しかもアウェイみたいな時が多いと、もうほんと怪我人とかも増えるし、みたいなね、感じで。かわいそうだよね。なんかね、正直もね、J リーグとかさ、日本のためにさ、頑張ってくれてるクラブが、やっぱこういうこう、なんかこう、頑張ってる人だからこそこう、しんどくなってしまうみたいなこの構造。ちょっとなんとか変えてあげてほしいし、もう俺はもう早く秋春制導入して、プレミアリーグ構想をセットでこう、実現させてほしいなっていう。もう早くほんと来年とか再来年からやってほしいぐらいなんですけど。はい、じゃあ、ちょっと話戻しますね。マリノスの話。じゃあ、マリノスの話は、マリノスは3-4-3からスタートして、はい、フォーメーションね。まあちょっと全ポジションですけど、やっぱね、特にディフェンスラインね、やっぱほんと怪我に多くてしんどいんですね。マリノスはね。でもやっぱそんな中でよく勝ち切ったんじゃないかなと、はい、思いました。まあ正直この試合、カメラの画角が結構気になりましたけども、まあ裏取るときとかね、タイミング合わせるときとか、もうすごくね、マリノスはすごく上手だったと思うし、まあ同点ゴール、追いつかれてしまいましたけども、レッドカードかな、出てから、これ、もう本当明らかなレッドカード、まあ結構足裏のタックルとか結構ね、今節、日本勢関連が結構多かったと思うんですけど、まあ良くも悪くもね。うん。で、ただその後にヤン・マテウスが結構完全なる個人技で、すごいシュート決めましたけどね。まあでも、ああいう状況になるとね、うん、まあ、一人少なくなって、しかも勝ち越されて、結構圧倒的な、ボール持たれたりとか、力の差を見せつけられてると、やっぱその東南アジアのチームだったりとか、中東のチームってすぐ結構諦めてくれるから、こっからは先は結構監督、楽だったんじゃないかな。まあ、韓国勢とかしぶといんですけど、まああんまりそういったことは起こらずって感じだったと思いますね。はい。そして次、フロンターレ、パトゥムユナイテッドに、勝利と。はい、4対2か。うん、まあ、ホームっていうのもでかかったですけどね。フロンターレはまだホームだったからマシだったけど、ね。うん。で、まあ、パトゥムがね、ちょっと5-4-1気味にやってきた感じはしたんで、で、ちょっとフロンターレとしては、まあ、5バックの相手だと、まあ、守りきられる可能性もある。まあ、パトゥムとしてはやっぱ分かりやすいですよね、プランがね。うん、守ってカウンターっていうプランだったと思うんですけども。ただ、もう、フロンターレこの試合はもう完全にキックとドリブラーの質で PK 獲得して、この先制点取れたのはすごくでかかったと思いました。やっぱね、信じられないようなパスミス、あって、うん、まあ、ちょっとあれはもう正直チョンソンリョン見てらんないし、で、この試合だけじゃないですからね、このシーズン何度かやってるし、うん、で、上福本もあんまりこう試合に絡めてないのかな、っていう感じもするから、まあ、シーズン最初はね、あれだったですけどね、うん、ちょっと正直フロンターレもマリノスもそうだけど、結構こういうこと起こってると、まあ、本気でね、アルベックス新潟の小島を狙いに来るんだろうなと、多分争奪戦になるんでしょうね、今年の冬ね、うん、うん、まあ、しゃあないけど。はい。で、まあ、ただまた PK 取りましたけども、うん、で、しかもまたチャナティップにやられちゃってね、前半からこう点の取り合いになってしまって、まあ、フロンターレとしては試合をこううまくコントロールできてないっていうのが、まあ、今シーズンずっとの課題だったと、はい、思いますけどね。で、2対2の後半早い時間帯で、まあ、これもちょっと相手にレッドカード出て、まあ、こうなるとやっぱ一気に構成になりますよね、フロンターレとしてはね。で、やっぱこのスペースを取るのがすごくね、フロンターレ上手いなぁと。やっぱこの相手が出て、抜けたこのスペースね、センターバック3枚だろうが4枚だろうが、2枚だろうが関係なく、ちゃんと崩せるっていうのが、まあ、フロンターレの良さかなと思います。この深い位置取られるとね、相手としてはすごくね、真ん中のこのマークがすごく難しくなるので、はい。で、ここから突き放して試合終了っていう感じだったと、思います。そして、レッズ。レッズはもう、かわいそう。本当に日程がきつすぎる。ちょっとカップ戦の決勝から中3日でアウェー韓国なので、もうちょっと、まあでもね、リーグ戦はね、調整できるとは思うんですけども、まあカップ戦は正直ね、どうしようもないですよね。ちょっとこれはちょっとJリーグを攻めるのはちょっともう、お門違いな気はするんで、
うん、まあ、ちょっと今回のに関しては仕方なかったとしか言いようがないかなと思います。はい。しかもね、ちょっと相手が悪かったというのがありました。正直ね、強いんよね、このチームね。なんちゃらスティーラーズ、ポーハンスティーラーズか。やっぱりね、この前回対戦に関しても、まあ、完全に罠にはめられたっていう感じだったと思うんで、カウンターで2発やられてね、いう感じの相手でね。で、まあ、でも、レッズはね、この試合はいい崩しから、やっぱ、先制できたと思うんですけども、このやっぱ深さ取るってすごく重要で、で、あれがなかったのは、やっぱその、この間のリーグカップの決勝だったりとか、あとは、リーグ戦だったりしますので、まあ、やっぱ頑張って修正はしてるんだろうな、とは。はい、感じました。あとやっぱさすがカンテの、あそこの決めきるのはさすがって感じ。ただ、PK を取られてしまって、なおかつ、もう完全なレッドカードが、まああれはもう全く言い逃れできない。なんかなんならこう複数試合でね、出れないみたいなのありそうですけどね。まあちょっと変な方向に曲がっちゃったのはちょっとかわいそうでしたけどね、足首が大丈夫かな、あの選手ね。はい。まあでも、その後は、突き放されてしまったということで、まあちょっと疲労もありまして、なかなか対応できなくて、やっぱ深いスペースを必要に使われてしまうと、やっぱちょっと対応できない、っていう感じで、まあ正直仕方ないかなっていう感じかな、頑張ったと思います。はい。そして、なんと言っても最後、取り上げたいのは、今大会、ほんと最も沸かせてるんじゃないかなと言ってもいいんじゃないかなと思いますけど、J2 から参戦している天皇杯王者、ヴァンフォーレ甲府ということで、はい。ホーム国立でね、4-1 か。すごいね。で、この試合ね、まあ、フルマッチでふわっと見てましたけど、結構甲府の、まあ、ゲームプラン通りだったかなって感じでしたかね。まあ、4-4-1-1 で甲府臨んでたと思うんですけども、で、セッコはね、4-3-3気味だったと思いますけど、まあ、前回アウェイでやった時すげえしんどかったというか、強かったんですよね。やっぱ、選手個々人の能力も高かったし、ボールを回して、そこからこう崩していく、こう、構造もすごくあって、甲府としてはこの試合も結構きつくなるんじゃないかなっていう、まあ俺もちょっと予想はしてたんですけども、ただ、やっぱ一個違ったのは、石膏ですね。石膏側のちょっと問題がいろいろたくさんあったと思うんですけど、まず日程面。まあレッズみたいな感じだったと思うのよ。レッズも国内でカップ戦やって、で、中国はスーパーリーグだったんですけども、土曜日に試合やって、そっからこう、アウェーで日本に来てるっていうことなんで、やっぱ相当しんどかったと。土曜日に、中3日でアウェー日本は相当し、まあ、やっぱね、レッズの苦しさもわかるというのがあるかなと思いました。で、まあ、それでもやっぱり甲府の戦術ガチって感じでしたね、この試合ね。特に、まあ、ほんと、とにかくこう、中でこう、起こるミスっていうものをカウンターに繋げまくって、勝ったっていう、で、効率よく点取ったって感じだったんじゃないかな。もうすごくハマってたと思います。ちょっとボードで解説するとね、セッコが赤で、甲府が青だとして、まあ、4-3-3 気味だと思うんですけども、まあ、ビルドアップの時にね、そのサイドバックをちょっと上げ気味にして、インサイドハーフがね、結構ね、降りて気味で、こんな感じで、この相手の、甲府のね、この中盤の真ん中の4枚に捕まらないように逃げてきてる時が結構多かったと思うんですけども、この時にね、甲府の守備がすごく良くてね、まあ、4-4-1-1 なんですが、4-4-2 みたいな感じで、こんな感じでこの真ん中へのパスコースをまず、消すと。で、それプラス、このサイドハーフね、サイドハーフ時宮崎かな、宮崎のところすごくわかりやすかったと思うんですけど、宮崎がね、この選手ね、ウィングの選手のパスこそこう、ちゃんとこう後ろ見て背中で切ってて、このパスを簡単に入れさせないようにしてたんですね。はい。これがね、中入りすぎてると通されるし、行きすぎると間通されるし、みたいな感じで、つなげられてしまうんですけども、ちゃんとこの背中切って、外に誘導して、で、外のサイドバックの選手が結構低めの位置だったので、で、入った時にここ切りながらこう行くっていうのが間に合い、安かったっていうのもあったと思うし。で、この、ウィングの選手がね、結構ね、結構このサイドバックのこの関口からに結構捕まってくれてたっていうのもあって、だからこういうポジショニングの入れ替わりとかさ、こうとかさ、逆にこうとかもあんまなくてね、結構ね、ここはね、まあ、石膏がどうしちゃったのかなっていう感じだったかなとは思います。石膏側のあれもあるし、甲府側のこの構造上のすごくこう誘導とか、限定うまくいってるっていう守備のブロックの、良さもあったと思うし。なおかつ、こっからね、中にこう苦し紛れにこう入れてくる縦パスが結構ね、横パスが結構多くてね、石膏ね。で、そこをこう重なってカウンターっていう感じだったんですね。で、石膏はやっぱ広げてますから、裏は、広げてるんで選手からの距離は遠いと。逆に、甲府としては選手間の距離が近くて、真ん中で奪えたら奪った瞬間はゴールに近いのは甲府の選手みたいなことが結構ありますので、それでこうカウンターをバンバン打ってて、結構面白いように、ね、チャンス作れたんじゃないかなと思いました。で、まあ前半のうちに2ゴール、まあ見事としか言いようがないかなという感じでしたな。ただ、まあ、いきなりちょっと後半ね、やられてしまって、で、PK から1点差になりましたけども、ただ、セッコとしてやっぱ
ぱりこうやっちゃいけないミスがすげえ多くてね、なんか特にやっぱなんか戦術上というか、あ、まあチーム戦術というか個人戦術のミスがすげえ多かった印象ですかね。なんかね、あの、リ・ティーシャンだっけ？なんかその、挑発のすげえ目立つ人いたじゃない？あいつ、まあ、あいつつか、あれけど、まあ別に彼だけじゃないんですけども、あの、まあ、基本的にすごく上手い選手だと思うんですけど、やっぱこの試合に関しては結構集中力だったりとか、まあ日程的なきつさもあったと思うんですけど、やっぱ狭いところにコントロールしてしまったりとか、まあ自らこうね、あの、相手に捕まりに行っちゃったりとか、まあプレー選択が結構リスキーすぎた部分がすごくね、全選手にあったかなって。まあウィングの選手もボールキープして、あの、これウィングがね、キープできたらやっぱもっとこう押し込めるんですけど、そこはできるわけでもないし、ウィングで結構失ってたみたいなとこもあったんで、まあそうなるとやっぱこうなれますよねっていう、感じですかね。まあでも甲府はもう本当にあの関口のゴールとか見事だったし、まあ関口いいね、マジでね、すげえいい選手だわこの選手。ちょっと右サイドバック目立たないんですけどね、顔も超地味なんだけど、すげえいい選手だなと思って見てますね。はい、っていう感じで甲府がもう完璧な勝利ということで、はい、まあセットプレーのあのデザイン性も結構見せてくれてたんで、いいなって感じでした。まあほんまにね、あの素晴らしい。あの甲府ね、カップ戦制したとはいえね、やっぱ2部だし、ちょっと ACL 出ちゃダメなんじゃないみたいな。予算もないしみたいな。こう言ってたやつね、全員坊主にしてくんないかなと思いますけどね。はい。っていう感じで、こんな感じで、浦和レッズ以外の日本勢の3チームが首位に浮上ということで、まあレッズもまだまだ、あのチャンスありますし、あのレッズの、あのグループはもう1位がもう飛び抜けてるんで、もう他のチームが、あのどうなるかっていう感じなんで、まあ結構まだまだチャンスあるかなと思うんでね。あとは、あの、監督、スコルジャさんの、もう退場しちゃったんですけど、スコルジャさんのこのモチベーションが持つかっていう、結構なんかこう、レッズに不満入れてるみたいなニュースもありますので、そこがどうなるかって感じじゃないかなと思いました。はい、以上、ACL、日本勢頑張ってくれてますんで、これからも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。超バイバイ。